死にの奴はどこにいるの？きっとすぐそこよ。あ、前回の続きからですね。まさかの墓守り。お、どこからともなく近寄るな、コールが。やーりー。なんて？中国語の方がそれっぽくない？やっぱりキョンシーだしさ。ゾンビって喋るの知っとろそうよね。ゾンビだしキョンシーだし。お前顔色が良すぎる。キョンシー失格。霊夢とキョンシーの顔色が一緒なのはどうなのかしらね。いえ、若干霊夢の方が顔色いいですよ。キョンゾン。混ぜるな。でも実際ゾンビもキョンシーも同じよね。これには理解ができないみたいね。でもやっぱりゾンビよりキョンシーの方が可愛いイメージがあるね。喋り方もそっちに寄せなくていいわよ。まあキョンシーはそういうイメージがあらゆるところで植え付けられましたからね。きっと名前の可愛さも相まってそうなったのでしょう。キョンシーはこの辺りを寺の連中から守るために蘇ったらしいわよ。地上移動でもいいわね。でもやっぱりキョンシーって可愛い。それまだ言うか。特に何の問題もない弾幕が向こうから飛んできてますね。あまりにも簡単すぎて私もびっくりしてるわよ。もっと気合い入れろよゾンビー。1枚目ですよ、ゾウ様。回復ヒールバイデザイアだって。とてつもなく回復してきそうな名前してるわね。やっぱり死体の蘇りって不死身なイメージあるよね。いや、ない。ゾンビなんてヘッドショット一発でしょ。あわわわ、これが平成令和の FPS ウィンの思考なのか。むしろゾンビなので頭奪い狙うやつなに？って感じだわ。ですが最近は頭突き飛ばしても平気なやつとか普通に出てきますよ。ちょ、お前ら何の話してる？っていうかちょっと待った、あいつの体力が全然削れてない。むっふっふ、実は回復してるんだよね。こいつ、硬い。まさにゾンビって感じですね、お嬢様。あいつの頭に集中して弾幕当てて。ヘッドショット判定入れる？あいつの体がでかい弾幕ゲームなら部位によってダメージ判定変えられそうですけど、ほとんど人型の投法では無理でしょうね。さっきよりはちょっと難しくなったわ。さて、お姉様はどこら辺で当たるのかしら。どこら辺でも当たらないけどね。もうそろそろ次のスペルカードです。ポイズンレイズだって。ガチっぽいわね。ガチっぽいですね。どうやらキョンシーの爪は毒素が入ってるらしいね。本人はそれ気づいてるのかしらね。お姉様ちゃんと攻撃しないとまた時間切れになるわよ。しかし、わかってるわよ。まさしく爪で引っかいてるような弾幕を打ってきますね。しかし、全くもって怖くないわ。なんでゾンビゲームに出てくる初期のゾンビのごとく怖くない。でもお姉様絶対いきなり出てこられたらビビるわよね。ビビらないんだが。お嬢様産むことにもビビりますしね。ビビらないんだが。お嬢様ここは無事に突破。前から思ってたんだけどキョンシーのその札って何なの？ああ、なんだろうか。こいつに聞いても意味ないでしょ。幻想郷の世界のキョンシーはわかりませんが、こっちの世界のキョンシーのお札には俗名防神骨と書いてあるみたいですよ。にわかに等しい天使様の命令により死んだ後も聞き従い生きているようになれという意味みたいですね。天使様だって受けるわね。生きているようになれ、魔法が受けるわ。やっつけ感があっていいわ。あんたそれ剥がしたらどうなるわけ？そんなことはヒーラーない。あ、最後のスペルカードじゃないですか。さてさて、うおー、なんか青いのが集まってる。あの風の霊というのは青心霊のことを言ってるみたいですね。あいつが青いの取り込むと体力が回復していってるわよ。はぁ、また体力回復していってるか。これ倒すためにはあいつに近づかなければいけないのでは？何言ってるのよ、昨夜。弾幕ゲーなんて時間が過ぎれば相手が勝手に倒れるのよ。私はリスクを犯さない。特に1回目は。うおー、かっこいい風に言ってるけど中身はただの弱気な発言。ちょっと黙っててもらっていい？回復する分弾幕自体は簡単なものになっていますね。ほら、もう10秒切ったわよ、お姉様。あともう少しで削り切れるんだけどね。これはギリギリだね、そうか。ダメでしたね。まあいいでしょう。えらいよく頑張った。相変わらず応援団みたいね。何を守っていたのでしょうか。あれとかそれとかこれとかどれとかでしょ。すべてわかっているようで何もわかっていなさそうね。ゾンビは永遠に不滅らしいわよ。いつも思うけどゾンビの世界ってすべてゾンビになったらどうなるのかしらね。あの飛車どもはなぜか常に生きている人間を狙いますからね。もう次がステージ4ってことはそろそろ色々わかってくる頃ね。なんか扉が開かれるらしいぞー。やはり墓か何かだとは思いますが。ステージ4夢殿大資料の洞窟。加速する視力。神霊は加速し光の筋となり洞窟の奥を目指す。それはこの世のものとは思えない光景だった。第1話に、この話4、これは、似てるわね。一体なぜそう思えるのか。出た、大楽器箱。緑神霊が出ましたよ。なんかどんどん小さくなってるように見えるわ。
もしかして取る時の大きさによってもらえるかけらの量って変わる？かもしれませんね。お姉様霊界に自分から行ける状態ってことわかってるわよね。まあわかってはいるけどね。実際死にそうなタイミングで落ちるかどうかは微妙。何せゴムと母体が違うからね。っていうか霊界とゴムってどっちを優先して使うべきなのかしらね。どうなのでしょうか。前回霊界に行った時は雨より長く続く印象でしたけどね。お前何普通に当たってるわけ？もう何のことはない弾幕だったわよね。射出されてからかなり時間が経っていた弾幕だったわよね。うるさいわね。お嬢様が死んでる間に変なのが出てきましたよ。ああ、中ボスでまで死んじゃって。今霊界中に1機増えましたが、その残機が消費されて残りは変わらずに1。そうか、そりゃあステルカード使ってくるか。お嬢様、近日ですよ。知るか。おお、変なのが飛んできてるわよ。おいおいおい、当たり判定がよくわかんないものを飛ばしてくるんじゃないわよ。何よ、あの電池のビリビリの先端の部分に当たっても死ぬわけ？それは当たりに行ってみないとわからないわよ、お姉様。なんとかダメ一つで突破しましたね。やれやれ、面倒くさいわね。こんなんじゃ無理そうね。あいつがこのステージのボスっぽいわね。さあ、お姉様はボスにたどり着けるのか？ちょっと私のこと舐めすぎなそれ。ステージ中盤まで来てたんすよに、これでどうやったらボスにたどり着けないってことになるのよ。ほら、そんなことしてるとたどり着けなくなるわよ。お嬢様、ここでもゴムを使用。使うような場面ではなかったと思いますが。やっぱり2年もやってないとこんな風になっちゃうのね。頑張ります。もうそろそろボスかしら。何言ってるのよ、まだよ。上に来ないでくださいお嬢様。別に見えちゃいないわよ。大量に心霊が落ちてるわね。ああいうの見ると拾いに行きたくなる。あ、紫心霊ですよ。光心霊ですって。うわ、ゴム使って取りに行ったよ、この吸血鬼。ゴムより残機、ゴムより残機、ゴムより残機。昔からこの考えは徹底していますね。できればここでも紫が欲しい。はい、残念、緑でした。別にそこまで残念でもないけどね。たどり着いたみたいですね。心霊はここにいる。なんでそんな真犯人はここにいるみたいな言い方なの。じっちゃんの名にかけて。お前のじっちゃんは誰よ。怪人20年層。それは敵だろうに。You are late。言ってることがマラクなんですけど。もしかして？もしかして誰なんだお前は。壁抜けの女先生がなんなん。さっき会ったゾンビの上司みたいよ。ゾンビって一段階強いやつになるとなんか太るわよね。それでなんか爆発するわよね。多分そういうのじゃなくて操る側では。なんだ、こいつはゾンビじゃないのか。露骨にがっかりしてるわね。ゾンビを操ってる親玉がこんな序盤に出てきてどうするのよ。これゾンビ殺菌じゃないのよね。タイラントはどこ。バイオハザードじゃないんですから。でもやっぱりゾンビって数だと思うのよね。正直1体だけ出てきても怖くないでしょ。あれ、いつまでゾンビ談義してるつもり。あ、どうもどうも。でもやっぱりキョンシーとゾンビってかなり違うイメージ持つわよね。お嬢様お嬢様、これ2対1ですよ。あ、卑怯な。初めから1対1なんて決まりないですし。もうそろそろお姉様が死んでもおかしくないわよ、昨夜。ですね。コンティニュー禁止だからね、わかってるでしょうね。さすがにこんなところじゃやられません。それがニャンニャンファイトン。何がニャンニャンファイトンだ。あのゾンビも上から弾幕撃ってるわね。ファイトン。あのゾンビに体力ゲージないので倒すことは厳しそうですね。完全にお邪魔キャラだわ。問題はあいつが私の前に出てきた場合ね。ズーモーズーホルモン。え？血がもごもごしそうね。なんだこいつ。この弾幕には有毛がたくさん入ってますね。あのゾンビは見せられているのかしら。あのゾンビ、だいぶ鬱陶しいわね。こんな時はゴムでいっそう。あ、そうなゴムが。このまま相手に攻撃させずにここを終わらせる。ああ、完全復活ならず。ゾンビが完全復活するとどうなるわけ。あ、吸血鬼ってゾンビの血はいけるのかしらね。絶対まずいわよ。っていうかよく考えたらゾンビの状態って意味不明だわ。あの状態の血液って死んでるの？それとも生きてるの？どっちなのよあんた。あんな頭からっぽそうな奴に聞いても意味ないわよ。かわいそうなんて言われようなの。次、来ますよ。死にに安心。安心でしょ。出た謎のビリビリ玉よお姉様。今こそぶつかってみるとき。お静かに。あ、死んだかあいつ。はははは、なんとでも蘇るか。お前は大丈夫なの？あんまり難しい弾幕でもないわねこれ。そうね。結構決まった軌道で撃ってきてるし、これなら問題ないわ。あの手をパタパタ動かすのが可愛いわよね。終わったわね。アイテム回収、アイテム回収。ナイフ弾と内弾が飛んできますね。ナイフはずっとこっち向かってきて、内は遅れて私のいたところに発射って感じか。こういうのは大体大きく動いてたら当たらないのよね。大きく動く分あいつに弾幕当たらないけどね。あ、弾子来。ちょっとずれてるわね。あ、これ私の前に出てくるじゃないわよ。あのゾンビの動きは決まってるみたいですね。三角形ですよお嬢様。本当に三角に動いてるわね。そのまま後にいてくれ。たどり着いた。これが最後ですよお嬢様。うおー、ちょっと可愛く言うんじゃないわよ。
タオって何よ。万物の起源であり人間ではたどり着けない境地。いな、人間が神の領域にたどり着く実践的な方法か。果たしてどちらかしら。何言ってんだこいつ。お嬢様ボム使いましたね。余裕だったわね。ボム使っておいてくれ。なんでボーナスないのかしら。ボム使ったからだろうが。これでボムがなくなりましたね。どう、ラスボス倒せた。もう帰っていい。帰れるわけないじゃん。これで止まったら終わりなんだけど。ウェインって感じね。ウェイン、黒幕じゃないんですってお嬢様。はぁ、黒幕であれよ。そんな無茶苦茶な。おい、また誰か復活するのかよ。この流れ前作の精錬戦でもやったじゃないのよ。そういえばそうですね。あの超人ね。昼食、昼食。ついこの間悪の大王が復活したみたいですよ。あいつって悪の大王だったのね。それにしては悪のカリスマっぽくなかったけど。おお、すごい嫌ってそうね。こいつあの住職。了解です。悪には悪の救世主が必要なのよ。思ったんだけど、霊夢ってこういう割には結局いろんなもの復活してるわよね。どの作品もこいつの第一目標を達成できてないんじゃないかしら。それ以上はダメですよお嬢様。まあ今回はこれで終わり。最後にチャンネル登録と高評価お願いします。帰るわよ。おーおーおー、ソンビが